fm 78.0メガヘルツお聞きの皆様こんにちは。時刻は午前11時を回りました。沖縄で頑張る人と人出会いを紡ぐラジオプログラムアイネットラジオ今週もスタートのお時間となります。ご案内役 dj アーサによります。1時間のラジオプログラムどうぞ今週も最後までお付き合いください。 今週1月のですね3週目16日の土曜日放送分として収録をしておりますがまずは冒頭のオープニングとしてはですね新政治の皆様おそらく県内ですと10日日曜日の成人式が多かったのかなという印象なんですが 何分このご時世の中非常に様々な取り組みの中ですね制約の多い成人式を迎えられたかと思っておりますただやっぱり大人の第一歩としていろんな思いを持ちながらこの成人式を迎えられたかと思います一部報道ではですね残念ながら新型コロナウイルスの関係で 直前に中止の発表が出たあ地域もあったようですけれども決して、えー、そういったところも含めてですねこういう時代だからこそ改めて一人一人の思いというものをきちんと積み上げながらさら、はいえー、なる成長そして進化を促しながら新成人の皆様へのエールを送らせていただければと思っております。 そして、えー、今週からの2週なんですけれども1月、音楽特集としてですねここ数ヶ月特集を組むパターンというのが月中多いんですけれども今回の2週はですね博士太郎さんご存知の方も多いかと思います。バイオリニスト さまざまな方面で活躍をされている方なんですがその方のソロ活動そしてグループで活動しておりましたクライズラカンパニー、はい、こちらを組み合わせながら2週にわたって特集をお送りしたいと思っておりますまず今週お届けしますのが1990年にメジャーデビューを果たしましたクライズラ・カンパニー、はい こちららののグルーープナンバーの中からですね主にさまざまな形でタイアップの楽曲が非常に多いグループでもあったのでなるべく聴きなじみの多い可能性があるタイアップのナンバーから中心にですね今日は特集を送らせていただきたいと思っておりますまずこのクライズラーカンパニーというグループの活動ですけれども 結成自体は1987年東京芸術大学の当時学生でありました博士太郎さんそしてベースの竹下由伸さんキーボードの斉藤捨義さんの3名で結成というところです。 まずこのバンド名の由来となりました著名がですねクラシックの作曲家でもありますフリッツ・クライスラーこの方からのお名前文字入りということで報道されることが多いんですけれどももともとやはり芸術大学の学生ということもありましてデビュー当時はクラシックのアレンジナンバーという形でよりこうクラシックを身近に。 いいていただこううとという取りり組みが多かったと記憶しておりますこの辺りは近年、えー、活動目覚ましい高嶋ちさ子さんもおそらく似たような活動をされているかと思うんですけれどもこのある種先駆けだったかなと個人的には思っておりますそして1990年に、えー、待望のメジャーデビューというものを果たすんですけれどもこの時のシングルカットされたナンバー「愛の喜び」自体は このクラシックの作曲家フリッツ・クライスラーのカバーとして進んでおります。その後さまざまな活動がですね続いていくんですけれども、今日まずオープニングナンバーとしてご紹介したいのがこのメジャーデビューのですね「愛の喜び」です。なんといきなりですがシームソングですとか番組のエンディングテーマに抜擢されるなどですね。 当時非常に注目度がが高かった印象がありますやはりこう学生でありながらもやはりこうテクニック的なものそれから楽曲のアレンジメントに関する芸術的な高さというものが当初からすごく注目されていたグループとして私も理解しておりますが、まあ、今日せっかくの機会なのでまずはこのオープニングナンバーをお聞きいただきながら、はい、クライズラカンパニーのですね 背景もう少し、えー、お話を進めていきたいと思いますそれではお聞きいただきましょう愛の喜び 本日の一曲目お届けいたしましたクライズラーカンパニーから愛の喜びお届けいたしました今週からのアイネットラジオ2週にわたりましての音楽特集今週は博士太郎さんのグループ活動の基軸となりましたクライズラーカンパニーを中心にお届けいたします まずこの90年にリリースされたメジャーデビューの楽曲ですけれどもこのあたり当時の専門家からも非常に高い注目を浴びた状況がありましてその翌年91年の2月にはですね2枚目のシングルであります「水族館」はい、このナンバーがですね早速当時の日産自動車ですねの CM にバテキされるとといいうところが出てまいりまりす当時すごくですねおそらく生物的に高い数字を維持していた S13 型のシルビアという車なんですけれどもこちらの CM 局にこの水族館というのが抜擢されてすごくヒットするという状況が出てまいります。この後もです、ね、立て続きに このクラシックを独自の解釈で、えー、いろんな方面からですね楽しんでもらおうという取り組みを継続して行うんですけれども2曲目お届けしたいのがですねこのやはりクラシックのアレンジナンバーでもあります「くるみ割り人形」はい。フレーズの所々の場面でですねやはりこう少しクラシックの 音源として聞いたことがあるなという方も出てくるかと思います。その辺をこう探しながらぜひ聞いてみていただけるとどうかというところですね。ではお届けいたしましょう。くるみ割人形。 2曲目お送りしまししたた割人形でしたまず冒頭の2曲お聴きいただいて、えー、メッセージとしては伝わったかなと思っていくんですがこうクラシックのやっぱり原曲をですねよりこう単純なポップな形だけでなくいろんな実は要素を,を,を組み合わせています。コード進行の取り方一つを取ってもそうですしアレンジの曲調自体もですねこうクラシックのイメージ自体はベースに残しながら よりこうリズムの刻み方それから音の入り方というのがなるべくこう入りやすいといいますかそういった部分で、えー、多くのアレンジがされているなという印象ですね2曲もお送りしましたこの「くるみやり人形」自体も当時のレナウの CM ソングとして抜てされていますがまず一番やはりこう面白いなと思うのはデビュー当時のですね前半が。 非常にこうソングとととのタイアップがまず多かったということですねその後いろんな番組のオープニングそれからエンディング等の,このいわゆるテーマを今度扱うというところにシフトしていくんですが個人的にちょっと印象深かったのは1996年ですねプレイステーション用のサウンドノベルとして「リング・オブ・サイアス」というソフトの 音楽を全般的に担当したというのがあるんですがこれ当時ですねこのコミュニティといいますかその中でこのやっぱ音楽自体がこうゲームをすごく盛り上げるということでいち早くこのゲームの世界観と音楽とのマッチングといいますかそういった部分を高く評価された。はい 作品だと言われていますただ残念ながらこのゲームのサウンドトラック自体はですね現時点でもおそらくリリースされていないはずなのでもし機会があるもしくはお手元にですねこういった「リング・オブ・サイエンス」のネーミングがある方はお手元でそういったものをちょっと振り返っていただくというのも面白いかもしれません。 それでは続いてのナンバーご紹介しますこちらもですね資生堂の CM ソングとして抜擢されました春というナンバーです、はい、これもちょっとこうやっぱオリジナリティーこうあふれる中にその押したい商品のです、ね、こうイメージカットというのが随所に現れている素敵なナンバーの仕上がりかなと思っております。はい そちらも合わせてぜひお聞きいただければと思います。それでは三曲目ナンバーをお届けいたしましょう。 おおお送りしましししままたたた春お届けいたしましたおそらく聴いていただいてーすぐピンときたと思うんですがやはりこのメロディーラインのですね実際のクラシックの音源の部分に対してーピンときた方いらっしゃるかと思うんですがデビュー年が1990年ということもあってうんリズムのこう全体的な取り方がですね当時という、まあ、ディスコで 流れてくるようなリズムセクションの進行というものをです、ね、アレンジするということも多くあったように見受けられます。また年齢的にもです、ね、70年代に活躍していたイエローマジックオーケストラ YMO ですね、うん、このグループアートで出てくるセイセサイザー等を用いたです、ね、この厚みのある音階の取り方ですとか すごくやっぱりこう芸術的にいろんなモチーフというのがこうふんだんに詰まったアレンジメントかなと思っております個人的にはこのクライズランドカンパニーですねすごくうなんて言うんでしょうやっぱり斬新という表現があ的確かなと思ったんですがもうデビュー当時は正直わすごいって思って のが本音ででしたですねところが実情96年に一旦解散ということでグループとしての活動期間って賞味5年弱ぐらいというちょっと一歩変わった活動内容でした。まあ、後ちにちょっと別の楽曲でご紹介するんですがその後2015年 ですね、25周年の記念に向けて再結成という形で再度オリジナルアルバムをリリースするタイミングが出るのでそのあたりの楽曲は今日の後半でお届けしてみたいと思っております。それでは続いてのナンバーのご紹介ですがこれはですね CM ソングというよりうんまあ一つの イベントごとのテーマ曲として取り上げられたんですが内容としては北海道で開催されましたツールド北海道今でこそこう全国的にですね自転車競技に関連しますツール・ド・何々というイベントごとも非常に多くなりつつあると思うんですが当時はやはりこう日本でツール・ドという内容ですとやっぱりフランスで開催されるツール・ド・フランスというものが 一般的には知られていたかと思うんですけれどもそういったこう自転車競技というものを日本国内にいち早く普及のめどをつけたのがこの鶴戸北海道と言われておりますでそこの時のテーマ曲で使われておりましたストリーームとといいいいうナンバーを続いてご紹介したいと思いますこちらのナンバーも本当にこうアレンジメントのですね力が。 うん存分に堪能できる一曲の仕上がりかなと思っております当時のベストアルバムにも収録されておりますこちらのナンバー、はい、引き続きお楽しみいただきましょうそれでは参りますストリーム おおししししままたたたナンバーーストリームお届けいたしました今週のアゲトラジオですが博士太郎さんのグループデビュー1990年からの活動を行っておりましたクライズラカンパニーのグループナンバーからタイアップ曲を中心にですねちょっとお届けしております、はい、続いてのご紹介ナンバーはですね「ヴィーガス・ラブ」です こちらのナンバーもですね当時のテレビ朝日系列の情報番組に取り上げられていた楽曲なんですけれどもうんやっぱり特に今の50代ぐらいの方以降かなの方だと少し聞きなじみがあるという方がもしかすると多いかもしれませんね。当時はこのの番組のオーープニングテーマと その番組の後,、まあ、後半のメインテーマとして扱っていたものを2曲同時に取り扱っていたのでこの辺りは親という形でこう聞き覚えがあるという方いらっしゃるかと思います。それでは参りましょう。クライスラーカンパニーから Wing Us l o v e お送りしましししたたナンンンバーーーララライズラーのカンパニーからビニアスラブお届けいたしま,したまあ今の楽曲もそうなんですけれどもこうリズム感覚としてとてもこう聴きなじみがいいといいますかスッとこう入ってきやすいやっぱ楽曲の作り方が多いのかなという印象もありましたそして次なるご紹介曲なんですけれども個人的にはですねうーん この楽曲をこういう解釈にするんだというちょっと意外な一面でした。クラシックナンバーではすっかりおなじみになっております白鳥の湖です当時このアレンジメントの楽曲自体はですね外国産ビールのハイネケン、はい、こちらのビールのシームソングとして採用されていたんですけれどもまあ一言で言うともう何でしょううんお見事。 という感覚でしたかねすごく、うん印象深いというのが本音でした正直はいこう単純な何、うん、て言うんでしょうオリジナリティをこを少しこう感覚するというよりは、うん、ある種はプルに近い形でこう楽曲を解釈して 編曲してお届けしていくというこの意思表示というのがものすごくこう。明確に見えた印象かなという感覚でしたね。はい。この楽曲はぜひ、はい、<え>フルコーラスでも十分楽しめるアレンジメントになっているかと思いますので、その辺ははい。聞きながらお楽しみください。それではお届けいたしましょう。白鳥の湖。 お送りしますナンバー白鳥の湖でございます、まあ、お聴きいただいてお分かりの通りですねこのもともとのクラシックの名曲をアレンジするとこういう仕上がりになるんだというところですねさあ残すところ本日のご案内あと2曲となりましたがまあ次の曲はもうこのクライズランドカンパニーを語るに絶対切り離せない楽曲ですねセリーグ・ディオンの「トゥ・ラビ・ r ア」 こちらをお送りしたいいと思いますご存知の方もいらっしゃるかと思うんですがあ実はこのセリング・ディオンの「トゥ・ラブ・ユ・モア」自体はですね当時フジ、えー、テレビ系列で放送されておりました「恋人よ」というドラマの主題歌として一つのこうプロジェクトが組まれた形ですね。当時まだデビュー間もなかったセリング・ディオンの声質に 注目した当時のプロデューサーが約3年がかりでプロジェクトを作り当時著名な活動をしておりましたデビッド・フォスターとのコネクションをうまく利用しながらですねこの楽曲の制作に当てたと言われています。ですので実はこの楽曲の歌詞構成自体もドラマのシナリオ自体にある程度沿った内容になっているところもあり日本を皮切りに ある種、どちらかというと日本初で海外にこの楽曲が広まっていったという順番のナンバーでもあります。今日はその中でもですね、このドラマの主題歌自体に採用されていたラジオエリートのナンバーリングからお送りしてみたいと思います。それでは参りましょう。セリング・ディオンで To Love You More! お送りしましたナンンンバースリングリオンで t o 9 5年のこのセレグ・リオンのリリースの際にですねこのクライズラカンパニーのメンバーがバックサウンドを担当するんですけれども翌年のスリングのワールドツアーに博士太郎さん自体も参加をしてですね国際的な知名度が一気に加速したと言われているナンバーです。 それでは本日最後のお届けのナンバーなんですがこれはですね今日お送りしたいのは2015年の25周年記念を目指して再結成をした後はいオリジナルアルバム「n e w w ー o r l d をリリースして全国ツアーを開催するタイミングがあったんですけれどもその時の「NEWWWORLD」のうーんそうですねオープニングトラックとして 再収録された新世界こちらを今日ラストナンバーとしてお送りします。<laughs> まあこの楽曲の世界観もまたすごく独特ですけれども、元々90年前半にリリースされた From the New World のリメイク版でもあるんですが、とてもかっこいい仕上がりになっています。ぜひご堪能ください。それではお届けいたしましょう。新世界。 今週のアイエントラジオ最後までお付き合いいただきまして誠にありがとうございました。来週は引き続き博士太郎さんの特集でお届けする予定でございます。皆様どうぞ今週も健やかな週末をお過ごしください。また来週お会いしましょう。